福岡県のギャラリーのろぺこです。全国から届いたハンドメイド作品をご紹介します。こちらは可愛い猫の生地の4連キーケースです。同じお色の生地がそれぞれ2点ずつ入荷をしていますが、柄の配置が違って蓋の部分の絵柄が違うので別の番号でご紹介をしていきます。まずは共通の機能面ですが、こちらの方でご紹介をしていきます。これは閉じた時の形ですが、広げてみるとこんな感じです。そして結構しっかりと張りがあります。使う時はこんな感じで使いますが、内側鍵がこんな感じで4本セットできるようになってます。おまけで可愛く猫ちゃんのチャームもついていますが、こちら取り外し可能です。そしてここ可愛くタグが縫い付けてあります。タグも同じ生地でも違ったりしますので、詳しくご紹介をしていきます。まずはこちらからです。番号が801番と806番、広げて撮影します。こちら801番、蓋の部分の絵柄806番、蓋の部分の絵柄、内側ですが内側のタグが違います。801番の方はこちらで、806番はこちらです。803番と808番、広げて撮影します。802番、蓋の部分の絵柄807番、蓋の部分の絵柄、内側のタグが違います。803番、808番、804番と809番、804番、蓋の部分です。809番、蓋の部分です。タグが違います。804番、809番、805番と810番、805番、蓋の部分です。810番、蓋の部分です。内側のタグが違います。805番、810番です。車の鍵とかもセットできそうな感じの大きさです。またこんな感じで薄っぺらくなるので郵送とかでも送れます。贈り物にも良いです。お店の最新情報入荷ページはこちら横っちょに出てる QR コードを読み込んでください。日々最新情報を更新しています。ご紹介の作品はお店のホームページなどで販売をしています。ただしハンドメイドのため売り切れの場合はごめんなさい。入荷した作品をどんどん楽しくご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。お店のホームページはこごめちゃんに紹介をお願いします。こごめちゃんでーす。You can now order from Min overseas. No knowledge of Japanese is needed because we'll handle everything with answers for any questions you might have in your language. Please check out my shop.